こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2022年の5月9日、3時間ほど過ぎてしまいましたけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は、85と、いつの時代かよっていう感じですけど、すごい下がってますね、これ。まあ、モネさんね、ちょっともうご存知だと思いますけど、ここが9日なので、よいしょ、でここがちょっとね、2時間ぐらい過ぎてるんで、こうということで、もう100円届かず、ぐーっと来て、一番下が82円ぐらい。はい、で、今ちょっとね、3円ぐらい反発してるということですけど、まあ、流れがもうすごいですね。ああ、陽線じゃなくて陰線がこんなに大きいっす。はい。なかなかこの150円いったときは、さすがにね、もうちょっとトレンド転換してんだろうという感じで期待しましたけど、ダメですね。で、しかもここの、ここですね、ここの、まあ、おそらくね、ここが底値だろうとずっと思って喋ってたんですけど、はい、気持ちよく抜いちゃいましたね。はい、ということで、ちょっとツイッターの見ていきたいと思いますが、はい、コーンさんからですね、励ましの言葉が、励ましっていうのかな、ビビっちゃ困るぜと。暗号資産に含み益がある人、含み益は幻なんだと。含み益の下落が辛い人は幻に悲観しているのと一緒よ。分かっちゃいるけど辛い人もいるよね。はい、そうです。そういう時は乾杯しましょうやと。はい、乾杯ということ。で、乾杯してきました。ダウさんがね、戻られて、帰国されてですね、成田、今東京でこちらのエキスポの準備をしているので、そちらに合流していただいて、向こうの状況とかね、ちょっと教えていただきました。で、私ここに書きましたけど、ブロックチェーンエキスポの方にそのまま、参加してくれるということなので、あのブースに来ていただけるとダウさんのお話が聞けると思いますし、まとめて、お話ししてくれる時間も、あのブースの、プレゼンの、場所も作ってますので、そこで時間取って話してくれるということなので、ぜひ、楽しみにしていただければと思います。はい、そして他のメンバーの方もね、あの準備ということで、集まっていただいて、でそれぞれ、まあ、ビジネスされてたりね、あのご自身で勉強されたりされてるので、いろんなあの知識をお持ちで、あの本当にそういう方がね、いっぱいどんどん集まってくるし、他のブースもね、そういうおそらくあの熱いブースばっかりだと思うので、あのぜひ会場に来ていろいろ見ていただければなと思います。はい、今日の夕方ぐらいがこんな感じでしたね。はい、もう明日にはね、あのいろんなモニターがついたり、壁にもういろいろ書かれたりという形になると思います。で、ここが、話すときにね、ちょっと立って喋、るというような台になってると思います。はい、ISPF さん、体の真珠をお呼びでしょうか。少しずつ買いまして、取得さん単価を下げてますと。一つ言いたいのは、体の薬材料での下げではないということですと。メガブリッシュということですね。はい、ちょっと難品買いもね、なかなか、この下落が長いので難しいところですけどね。はい、まあ、長期で見て、長い時間かけて上がっていってくれればね、あの報われるということで、はい、耐えたいと思いますね。はい、ヒックスさんは、相場がリセットに向かう中だからこそ、次の上昇トレンドに向けて本物を見極めたいですねと。体のは拡張ユーティークソー、関数型プログラミング、ゲーム理論による POS、 複数チェーンによるスケーリングにより本物の、ブロックチェーンを広げています。詳しくはということで、さらに、続きがありますね。はい、イーサリアムとは何が違うの、なぜそんなに盛り上がっているの、今後どうなるのということで、5分でわかる記事がありますということです。はい、でこちらは、はい、コーヒーさんのホームページです。5分でわかるカルダノということで、はい、2022年1月20日のデックスメイネット立ち上げというニュースによって単独で上昇を開始し、大きな話題となっているカルダノエイダ、もともとホルダーではなかった方の中にも今後の期待を込めて思わず買っちゃった、上場前に情報を集めたいという方も少なくないかもしれません。そこで本記事がとりあえず買ってみたけど、エイダってどういうコインという方に向けて、手っ取り早くカルダノエイダが理解できるポイントをざっくりお伝えしますということで、非常にさーっと今メイトしましたけど、まとまっていますので、もう一回ね、握力復活させるために、
こちらご覧になるといいかなと思います。ちょっとまあ上場してないって書いてあったし、ちょっと古いところあるかもしれませんけどね。はい、そしてあの振り返りにはね、ぜひ使ってほしいのが、今度エキスポで、お渡しする、パンフレットですね。はい、前回のパンフレットに改良を加えて、ページ数もね増やしてますので、ぜひ、手に取っていただければと思います。はい、たくさん作ったのでね、ぜひ持ってってください。はい、CIEL さん、テストネットのジェド触ってみました。今はアルゴリズムによってジェドはミント数に制限がかけられているので、今回はシェンを試しにミントしてみました。トランザクションを送信してから15分ぐらいで波ウォレットに帰ってきましたということで、はい、試していただいているということですが、ちょっとね、私こちら、これがねちょっと理解できないんですね、見ただけじゃね。はい、なのでちょっとね勉強していきたいなと思います。情報ありがとうございます。はい、榊原さん、 IoT ブログの紹介、カルドのブロックチェーンを用いた製品認証システム、アトラスキャンの仕組みについて説明されています。偽装商品市場の規模は世界的に年々高まっていて、販売者や消費者に大きな被害を与えています。この問題に解決するために IoT が作るシステムがアトラスキャンになりますと。はい、アトラスキャンを使用する商品は極小チップを搭載したスマートシールと呼ばれるラベルを製品に組み込みます。スマートシールは非常に薄く小さいので、製品の一部を埋め込んだり、ブランドバッグなら縫い込むことも可能です。シール内のチップには製品を構成するすべての材料を原産地まで調べられる追跡データなどが暗号化されて含まれています。スマートシールに搭載された NFC チップを消費者がスマホなどで読み取り、ブロックチェーンに記載された改ざん不能なデータを用いて換算することが可能です。このスマートシール自体も改ざん耐性を持っています。シールの NFC チップは読み取るデバイスから送られる電波によって発生する電流で稼働します。この電波を受け取るアンテナの一つが意図的に壊れやすく作られていて、改ざんシールと手を加えるとアンテナが壊れ、証拠が残るようになっています。商品に紐付けられた情報とブロックチェーン、2つのデータが改ざん不能になることで真の安全性が確保されます。国際問題となっている偽造品製造販売を解決するアトラスキャンには世界規模の需要がありそうですね。現に水面下で複数の企業と話が進んでいるようです。今後のニュースに期待ですねと。そうですね、はい、まあ、IoT 期待ですよね。だけどここの紐付けられた情報というところで、今あのハードウェアの、ね、話があるけど、そこのハードウェアと絡めるところってなんかいろいろ難しそうですよね。はい、まあ、確かに壊れる壊れないっていう話もありますけど、その中の仕様とかもね、いろいろまあ何だろう、考え方とかそういうのに目的とかによってね違うと思うんですけど、どういう形になって出てくるかと。はい、元になってるのはこちらの IoG のこのワインのねお話みたいですけど、はい、ワイン以外もねいろいろビーフチェーンとかね、あと国内でもあの IoG とか国さんとかが広げて、いいことされてるの、まあ、いろいろあたらは応用があると思いますので、そちらに期待ですね。はい、そしてカニミソさんは、アタラプリズムの方ですね。カルダノの分散型 ID ソリューション、アタラプリズムの学生 ID としての採用、エチオピアの次はカリフォルニアかもということで、こちらカリフォルニアの議会なんですね。で、ここに、トニーローズさん、インプットアウトプットと書いてあって、ただ議会がね、これみんなこんな横向いて、なんかスマホかなんかやってるし、で、この人なんか後ろ向いてるしね、なんだろうなと思って、よく見たら、はい、IoG の製品責任者は、上院法案 SB1190 でカリフォルニアの学生の分散型 ID について証言していますということで、あの放送が流れてるんですね、この中で。はい、で、放送が流れる前に、この議員の方と思われる方がですね、分散型 ID で、学生さんをやってる事例がありますよとか、そういうことをちょっとお話ししていて、で、その後にあの IoG の放送がね、流れてて、エチオピアの事例とかを詳しく説明して、こんなことができますよということで、この、なんだろう、SB1190 法案というのの、なんか改良にね、寄与しているというような感じです。ただまあ、これ、議論はね、ずっと進んでいる中で、今、あの、カルダの、もう IoG のね、アタラという名前で、どんどん話を進めているということは、本当に、あの、聞いてみると、まあ、細かいところまで聞き取れませんけど、あの、なんていうかな、だいぶ採用するか、可能性がね高いところまで来ているような感じを受けますね。はい、でアタラについてはですね、あのまたカルダの、ブースで
お渡ししているパンフレットの中で見開きでね、特集してます。まあ、前回も、大体書いてあったんですけど、まあ、今回はこのアタラプリズムパイオニアプログラムっていうのをねやってますよということで、少し進歩した形もね、お見せできるんじゃないかなと思いますし、まあ今みたいな話ができた時に、今みたいな話というのはそのいろんなところでね採用の話ができた時に、こちらでね、を使って日本でもということもできますのでね、ぜひ普及の際に、ね、使っていただければと思います。はい、コイン海外速報、中古車輸出業者 SBI モータージャパンがビットコインを受け入れるようになりましたということで、まあ、SBI って書いてあったのでちょっと気になってるんですけど、はい、こちらに出てますね。越境 EC サイト SBI モータージャパン暗号資産決済対応開始の知らせ、日本初越境 EC サイトでの XRP 対応決済対応と。はい、当社は EC サイトにて暗号資産決済の対応を開始したことをお知らせします。今回取り扱いを開始する決済対応通貨は、ビットコインおよび XRP の2種類になります。越境 EC サイトでの XRP 対応は国内初めてになります。当社調べ、主要輸出先であるタンザニア、ケニア、ザンビアをはじめとしたアフリカ諸国、アイルランド、ケイマン諸島、バハマ、カリブ諸国などの世界各国の新興国に向けて中古自動車の情報を掲載しており、年間で5000台輸出しておりますということで、以下うんぬんということですけど、まあ、SBI はいろいろやってますので、特に XRP をずっと押してましたよね。で XRP だけじゃなくていろんな、もう全体をなんかその昔からの金融の中にこう取り込んでいこうとしている中ではね、北脇社長が頑張ってくれてるなという印象を持っててちょっと気にしてるんですけど、はい、こんなになってて、まあ普通のね、にも使われているような、なんだろう、中古車のサイトですけど、ここに、Buy Car with Cryptocurrency と、はい、こんな風にね、Payment in Cryptocurrency というページができてますね。はい、まあこれが、まあ日本もね、絡む越境 EC ということなので、まあ、こういうのがどんどん広がってくればね、またみんなの見方も変わってくるんじゃないかなと思いますね。はい、では値段に戻りまして 82.57 円。はい、14,012.9×82.57 で元本が10万円ですので、はい、計算しますと、おお、105万7045円のプラスと。いうことになりまして、はい、1057% のプラスということですね。もうこれ100万円切っちゃいそうでね、ちょっと今ビビったというところです。では今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。